お疲れ様です。今日はですね、社長にちょっとドッキリを仕掛けようかなと思ってます。よし今足場でですね、爆食の男と言われている職人さんとちょっと口裏を合わせてですね、よく社長がピコハンで叩くじゃないですか、職人さんを。あれ逆に叩いてみたっていうちょっとドッキリ仕掛けようかなと思ってます。職人さんがちょっと不意にね、ちょっとピコハン貸してくださいよみたいな感じで、社長の頭叩いてみたら社長どういう反応するかっていう、まあ検証動画でもあるので、逆に社長がね叩かれたらどういう反応するのかっていうのを見ていこうかなと思いますんで、楽しみにしていてください。ではどうぞ。お疲れ様です。今さっき GoPro つけてもらったでしょ。はい、そうですね。動画になった聞いてんの？これはでも、もう取っとって危ねえなと思って。どう？やっぱり高い方、大きい方が楽しい？はい。そう。お前、出すのか、なんかおかしくないと。なんか不機嫌。もうなんか途中切り取ったね。はい。途中切り取ったね。多分動画残っちゃってるよ、あれ。そうですね。わーっとか、どうなった？多分 YouTuber なんで、僕。テレビ的な。怒っとったな。はい。うるさいな。あんまり怒ると面倒くさはないですけど、面倒くさはない。指導しとったそう。ご指導、ご指導した偉いこっちが。そうです。やっぱ偉いよ。偉いです。あっちまでだけど、もう10時半でいいですか？いいですか？いいよ。もう10時半だからお前、いきなりなんだお前結構痛かったじゃん。え、どういうこと？いや、ちょっと待って。いや、何よ、ちょっとどういうことだっけ。何、どういうこと。どうした？誰かにやれって言われた？今日言われてないです。でもお前が勝手に言ったの。いや、何よお前、どういうことだったよお前。手や、お前いた。どういうこと？かしこまってる。どういうこと？お前なんか逃げろお前。空気がおだくだよ。何、何や、あ、何、なんか言った？いや、うん、いや、言ってないです。え、どうした？お前なんか言った？お前が言わんもんな。お前だろうな、言った。僕言ってないです。は、どういうことこれ。終わんない感じになっちゃってんだけど。カメラ回ってんだよ。エンディング、エンディングお前、まずいじゃん。